23の時に1件任されたんですよ。忘年会の時に社長に言ったの。赤字っていうんだったら証拠出せ。年間1000万以上利益出してる店に変わってたんですよ。はい。ヤカルタの母親がやってたキラキラ銀座、まあ、居酒屋の本店をゴールにしてて、給料も当時めちゃめちゃ安かったんですよ。7000円とか8000円ぐらい。まあ、気がついたら、ね、僕が教えることで技術を覚えて、給料が増えて、すべて丸く収まるわけじゃないですか。俺がこの国にいればいいんだな。2003年の意味は1号店。ただ、乗っ取られるっていう危険性はいつでもあるんで、で、3人パートナー選んで、2人にはもう乗っ取られました。その国の固有の問題があるんですよね。そうですね。はい、やられた経験からです。その時はモールというモールに開けて、半年だけで17店舗あったんですね。おで、やっぱり半年美味しくない、モールのところが美味しくない。直しだなと思って。うん、ワールドリポートチャンネル。この放送は神谷さんの提供でお送りします。4年かけて2019年までに12店舗閉めたかな、うん、結構閉めましたね、はい、それが全部片付いたのが2019年の末で、うん、2019年の末に僕の期間の申請終わった、期間申請終わって、はい、インドネシア人になったんで、はい、よっしゃ2019年いただいてくれと思ってたら、おマジかこれみたいな。それまでって日本人だから、まあ、土地も買えない、まあ、マンションも買えない、車ぐらいしか買えないわけ で銀行に相談して、もうあなたなんかじゃあ資産ありますか、ないですね、じゃあとっても無理ですね、うわきつ、死ぬのかこれみたいな、はい、ただでさえ外国人にとって不利な状況を逆吹く中で回したんだけれども、ええ、コロナってのがやってきた時に外国人であることのハンデがさらに追い打ちをかけたんですよ。いましたね。うわー、まあ、それこそ日本は10万円1人10万円国民に配られるかとか、飲食店はまた閉めればそれだけの、うん、営業保証みたいなのがあったりとか、そういいな日本人みたいな、いやまあまあインドネシア人になったメリットっていうのは絶対にあるはずなのと、まあ、いつ終わるかわかんないけど、止まない雨はない。で、世の中から飲食店がゼロになるわけがない。はい、誰が死んで誰が生き残るか、絶対に生き残ってるって思ったわけですよ。はい、もうどうやったらまず生き残れるかっていうのが、前例もないですね。ただ、こっちはもうその手の一切保証のためではなかった。ゼロですね。で、ロックダウンももちろんあったんですか？ロックダウンありました。従業員、自宅待機。まあ、1年未満の子は辞めてもらったりとか、うんうん、何ヶ月だっけな、何ヶ月以来店内飲食できなかったんですね。はあ、3ヶ月か、でもその間家賃も払わなきゃいけないし、従業員の給料も発生する人は発生するし、でその時政府から出たのは退職金出さなくていいよっていうのだけあった、従業員クビにし放題みたいな、結構いろんなレストランが突然バー閉めて従業員全員クビって言って、退職金出ろ、ゴジェクとかのアプリタクシーのムンちゃんとか20年の和食経験者とかがやってるわけですよ、はい、うわこれ地獄だなみたいな、はい、結構こういう閉めちゃった店から結構拾いました。あ、まあ、よく言うところのピンチはチャンスじゃないけど、データと言わないんで、アプリタクシーより稼げなくてもいい、レストランでもいいから何回も行くっていう、そりゃそうだよね、まあ、いくら回ったか知らないけど、とりあえず最低賃金でいい、大丈夫、従業員キープしといたんで今限界できてってるというか、あとはやっぱり何を売れるか、売れるものは全部売りたい、うん、っていう時に、このラーメン屋の歴史なんですよね。2003年から続いてるラーメン屋ってうちだけなんですよ。あ、じゃあその時あった他の2店舗とかももう売ってないですね。こういう中でモールに十何店やってたっていう宣伝も生きたんですね。知名度が圧倒的にうちは強いんですよ。ああ、でもみんな三八って名前を。初めて食べたラーメン、三八。はあ。子供の頃、親と食べてたら、ラーメンというのは三八。まあすげえ、ソウルフードになっちゃったんだ。その人たちに。ラーメンの原点なんですね、だからみんな。その子たちがもう大人になってるわけですよ。はい。いわゆるちょっと金持ち富裕層の友達とか友達同伴電話しても、やることないよねって感じなんです
困ってないです、全然。うちのビルのテナントがいなくなっちゃってさ、じゃああんた俺のフランチャイズ買えよ、みたいな。おいいね、みたいな感じで、いくらすんの、これだと思って、はい、ホームページ書き換えて、フランチャイズパートナー募集してますって言って、あなたのビルに空きがありませんかみたいな、はい。で、コンタクトパーソンを自分にしたんですよ。フランチャイズやり興味あるんだけど、僕に来るんです。わかりました、オーナーに伝えますね。私はどの辺ですかとか言って、いつ会えますかって、で、会うのが僕が行くんですよ。はい。一人二役やって、絶対に逃さない方向にこう、フランチャイズ興味ある人を持っていく。ここで問い合わせ含めて15、6店舗で、はい、8店舗獲得したんですよ。おー。1店舗決まればまあそこそこお金入ってくるんで、はい、まあ、絶対に赤字しない事業スタイルなわけですよ。契約金もらって食材下ろして売り上げのパーセントいただいて、セントラルキッチン機能し、はい、やった、今月従業員に給料払えるみたいな。うわーすごいなー。ちょっと離れてるとことかのパートナーなんですね。その辺に住んでるやつ、従業員で何人いる、自宅待機させてる従業員、もう辞めちゃったやつとかもいいんで、その辺に住んでるやつ集めてくれて、雇ってもらおう。で、新しいフランチャイズパートナーに雇わせる。おう。よろしくね、行ってくるな。あー。そうなんです。そこの切らなきゃいけない部分の、大地さんの心境って、例えば一番最初のその、キラキラ、やってた時に、こいつらの生活なんとかしてやりたいって言って、インドネシアのスタートをしてるわけじゃないですか。そうなんですよね。その逆をやらなきゃいけない時の辛抱だったら、そうなんですよ。うまいっすよね。あ、どうしたらいいか、本当に、悩みましたね。毎日が自分の会社どうなるか、でもなんとかなるって信じるしかなかったですね。直営店も増やしてはいるんですけど、そこってやっぱりレストランやってたけど、コロナで閉めた建物は自分で持ってます。でそういうところからのオファーもあるわけですよ。フランチャイズ買う、いやもう F&B のオペレーションにすら関わりたくない、もうゴリゴリだと。でもうキッチンから何から、いや全部俺借りる、で売上の 10% 家賃払う、もう遊ばしててもしょうがないんでしょ、俺に貸したやつ。これはインドネシアって普通家賃前払いなんですよ、はい、しかも1年分ミニマムで1年分、大体2年、3年って言われるんです、はい、でそのお金っていつも使用付けなんですよ、うん、次の家賃更新貯めながら営業してるわけで、はい、更新の時にお金ありませんだったらもう更新できない、うん、でこれを全部すっ飛ばせたのはコロナです、はあ、だからかなりそれまでは、うん、不動産会社はデベロッパー側に相当有利な条件になったけど、そうです、そうです、もうどん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 出てっちゃうから、はい、それでやっと交渉のテーブルにつけるぐらいの、そうです、値上げするって言ったら、じゃあ打ち締めるってなるし、前月分の売上の 10% を家賃で収めます、うん。定期的に入ってくるのがいいでしょ、うんうんうん、でうちが売上伸びれば伸びるほどあなたにも入るから協力してね、うん。ほとんどもそれです。前払いの契約なんか全部もう乗れない。逆に言うと向こうも大変だから、あっちの足元を見たって言ったらあれですけど。そうです、そうです。もう足元の見合いなので、ね、はい、こっちから意欲的に話も進めないと。来週開くとこも中華料理屋さんが家賃払えなくなって、うん、機材全部置いて逃げちゃった。お、中華料理の厨房なんで即ラーメン屋できるんですよ。はい、でこれもう厨房機材なんて俺もらってもしょうがないから、そのモールオーナー、はい、もうこれあげるからここで店開けてくれるの、でも俺家賃払わないよ、家賃は払おうよみたいな、サービスチャージは払う、とりあえず家賃半年ゼロにして、ハードシングスの中から得たスキルですね、まさに。ですね、ですね、なんとか生きていかなきゃだったんで。で、今は少しずつどうですか、コロナもちょっとずつ落ち着いてきて、戻ってきましたか。落ち着いてきてはいますね。ランチやってる店は10時まで、ランチやってない店は12時までっていう規制があるんで、朝まで遊んでる人っていうのはいないはずなんですよ、まだ。だからまあそういう意味ではまだインドネシアに戻りきったら全然ないですね。引き続き行かないながら100%ではないですね、やってるっていう状況で、うん、先週もバリ行ってきたんですけど、まあ欧米人は誰もマスクしてないですよ、はい、今日本とジャカルタだけじゃないかなと思うって思っちゃうんですよね。あ、じゃあジャカルタも結構どっちかというと厳しいなんですね。ジャカルタ厳しいですね、まだみんなマスクしてますし、ね、ここからの戦略っていうのはどういうふうに考えられてますか。ここからっていうのが
このフランチャイズ募集した時に地方都市からのオファーが結構あったんですね。インドネシアってやったら広いですよね。めちゃめちゃ広いんで、はい、経済圏もいろんなところにあるわけですよね、うん、もうエネルギー系の道でそこはそこでめちゃめちゃ景気良かったんですよ。へー。基本的に今までは大豆ミルクとしてはこのジャカルタを中心に広げてきてたんです。やっぱロジスティックの問題、結局食材輸送してたらコスト合わないので、ね、ジャワ島以外は開けたことなかった、でもこれ挑戦しようと思って、直営店をまず自分で開けて、そこにセントラルキッチンを紐付けて、そこからフランチャイズパートナーに食材を卸していく、各都市に拠点を作っていけば5店舗とか10店舗って紐付けできるんです、直営店ゼロで焼かれたから送れたら買ってね、俺なら買わないです、その辺の面使っちゃおう、全然安いし、もうやるんですよ、多分やられるんで、間違いなくうちのスープでうちのラーメン麺じゃなきゃダメっていう縛りを与えにくいから、直営店です。それからはもうマカッサルとバタンとバリと、は来年の予定になります。今までのビジネススケールとはまたちょっと違う感じで広げていく形になると思います。そうですね。あとは俺はラーメン三橋っていうこのブランドを作ったのを僕の代で終わらせてはいけないな。従業員何百人ってまたこうこれから増えていくと思うので、これはしっかりべく会社に買い取ってもらえばいいんだろうなっていう目標に切り替えましたね。それこそフランチャイズ含めて100店舗、200店舗を管理できる、大手さんにその人たちに従業員食わしてもらえばいいんじゃないかな。その売れるスタイルはそれぐらいしかないかな。キラリンとかここのドンとかはそういう店じゃないんで、和食を覚えたい子に一つずつ技術を教えていく店だし、誰でもいいから来てっていう感じでもないし、まあラーメンの方は、ね、事業計画としてこれからまた新しいフェーズに入っていくと思いますし、バイアウトっていうところがどういうっていうのか、もちろんいろんなビジネスでもあるので、経営者としてそういう形を取ろうっていう動きは、またあってしっかり、一方でこのお母さんの方から継いでいる思いの、ギャルンとか、居酒屋のこっちはどうしていくんですか。こっちはね、どうすればいいんですかね。僕が健在な気はいいんでしょうけど、そうですね、事業継承も考えていかなきゃいけないですね、ここから。インドネシアの人って寿命短いんで、あ、そうなんですか。その今勤続21年とかの料理人って僕より年上もいるわけですよ、なんかそろそろ動けなくなってくる人がこう出てきて始めてる、そっち含めて次世代にこう継いでいかないと、全メニュー作れる人って数人しかいないんですけど、その人たちがこう亡くなってくると思うんです、この10年内に、その時に、ちゃんと継承できてれば、ヒラギンは続くんでしょうね。だから従業員にも言ってるのは、これからは専門店化していくからと、なぜかというと、給料上昇率にこの業態はいつかついていけなくなろう。だいぶまさに日本の飲食店が結構抱えてるものですね。同じことは絶対起きるんでね。ただ、まだ日本人より給料が安いですけど、一人当たりがどれだけの売り上げを叩き出せるかっていう勝負は絶対にしなきゃいけなくなる。例えば一人10万給料払っても回る仕組みっていうのは経営者が考えなきゃいけないので、そうですね、そこは経営者の責任ですよね。こっちってどうしても従業員多めに雇うんですね。お腹痛いとかで休んじゃう。あとちょっと家族が子供が病気で、お前でも治んねえから出勤しろよとか言っちゃうんですけど、それはダメなんですね。日本的に考えますからね、それはね、インドネシアで商売やってるわけで、こっちで。これはやっぱり理由があって、医療が悪いから、子供が病気でほっといて仕事行って、その日に死んじゃったりとか、本当に起きるんですね。
だからもう会えないかもしれないから、子供のそばにいさせてくださいっていうことなんです。あとインドネシアの人たちって日本人よりも家族を大切にするっていうのがありますね。はい、そういうのを含めていろいろいい国だと思うんですけどね。うん、仕事のスキルをもっと上げてほしいっていうのはあって、責任感どうやったら果たせれるかなとかっていう話題もいろいろあるんですけど、フランチャイズ展開をしていく従業員目線での目標は、一人一人が店長とかマネージャーっていうポジションに各地で登っていってほしいんですよ。そこまでやって責任持ってそれぞれが店長とかやれるようになったら、一個僕の一回完結するんだろうなっていう。今だから一番やっぱ人材育成みたいなところに、インドネシア人の人たちをもっとこうスキルアップさせて、そうですね、独立させる自信を持たせてて、いい給料取れる人間育てる、引き抜きとかもされるんですけど、僕は別にビットに出てないんで、例えばバイダスからって言われてるんですよ。もう行け行け行け、行けばいいよ、俺また人には教えるからいいわ、チャンスは、ね、絶対に回しちゃダメだと思うんですよ。期間の話なんですけど、やっぱりそういう背景もあるんですか、自分自身が別に帰化したかったっていうよりは、この国で戦うために。外国人に厳しいの、ね、で、飲食は一応ですね、今 100% 外資 OK ってなったんですよ、でも資本金が 10M 1億円のレストランどこにあるのって、その規模しか外人にはやらせないってことになっちゃったんです。なるほど。細かい飲食っていうところでは開けたけど、別に細かいところじゃなくてでかいところしかとりあえず受け付けませんみたいな。そうです、そうです。はあ、結局例えば日本からでかい資本の飲食が来ました、彼らは払いますよね、でもそういうところってもう工場化されてマニュアル化されて、日本の居酒屋と一緒ですね、技術全然覚えれないんですよ、なんだろう、和食の弱体化じゃないけど、同じ飲食でも全然違う話ですね、それって。そうなっちゃいます、いろんな面でも日本人でいるメリットが全然ない。結構僕やっぱりそのいろいろ今回のインタビューさせていただいて、インドネシア魅力的なマーケットだよっていう人ものすごく多かったですね。で、2億7000万いて、東南アジアナンバーワンの市場がここにあって、若手が活躍しているし、そして人口もまだ伸びている、3億を見据えそうなところで、でも一方で、まだ、固有の事情があるにせよ、輝かせる畑があるんだよっていうことで、これから来ますっていう、いい材料を並べる人たちはものすごく多いんだけれども、だけど、なぜここまで開かれきってないっていうのと、成熟しきってないかっていうことの、いろんなファクターがお話聞いてすごい見えてきた。そうですね、やっぱりパートナー選びに失敗してる方が多いんで、乗っ取られたとか追い出されたとかっていうのって、相当やっぱりなんですかね、つながりを持ってからやらないとそっちになるんですね。日本からの進出の、コンサルまでやってないですけど、相談はされるんですよ、でうちは日本に何十店舗あります、でジャカルタ進出はもういきなりフランチャイズみたいです。で誰がインドネシア人の誰があなたの店の名前知ってるんですか、インドネシアでゼロ店舗ですよね、そこにフランチャイズのお金払う人っていると思います、うち有名だけどね、無名ですよ、少なくともインドネシアでは無名なので、まず1店舗出して、そこに、常連さんなりもついていって、その人と気が合うか合わないか話して、何人とマッチングして一緒にやるっていうパートナーを捕まえて、そこからじゃあフランチャイズで契約しましょう、共同出資にしましょうっていうの、その話じゃないですか、トライアルやるんだったら明確しますよ、とりあえず3年うまくいくかいかないかで、従業員も送って、意識も持ってきて、やってみようからのスタートじゃないですかねっていう話はするんですよ。本当にいいパートナーに巡り合わないと、
難しいですね。インドネシア、難しいですね。多分だから今この番組の頭から見てくれてる人は大瀬さんの言ってることすごく分かると思うんですよ。あで日本の人たちは多分イギリススケールした状態でこれで入ってこようとするじゃないですか、えー。でも無理じゃないですか。無理でしょうね。結局ラーメン屋をブランドいくつ来たかな。最終的に日本人の料理人がいきなりビザ切られて追い出されたとか。そんなことあるんですか。そうですよ、どうしましょうってそうなってから相談に来るんですね。身内同士でやられてるんですよ。そうです、そうです。結局、まあ、看板から何か全部取られて、うわ、もうレシピ取ったし日本人不在でも同じものが出るようになったし、こいつ辞めてもらったら言ったら20-30万円分利益が増えるっていう考え方しちゃうので、だずっと乗っ取るためになんかしたたかに見てる期間があるって思うとめっちゃ怖いですね。最初からそうじゃなかったとしてもそうできるよなって気づいてしまうタイミングがあるのかもしれないし、もちろんですね。なんでレストランやってるのってよ、これ投資だからお金のため他に何かあるみたいな考え方なので、お金のためだけでやるといとも簡単に追い出されます。まあ、数店舗生き残ってるところもあるし、やっぱり、日本側でちゃんと投資してるとこが生き残ってるかな。投資ゼロで来てこっちの出資家と一緒に投資家と一緒にやってたら最終的には取られちゃう場合が多いですよね。もっと先に相談してくれたら契約書巻いたりとかいろいろやり方あるはずなんですけどね。大変になってから来るんで、どうかもないですね。来年ぐらいまた進出多いんじゃないですか。もしかしたら反動が見た人じゃなくて何か、ああ相談乗ってください。全然全然いいですで、これからどうですか。でも頑張っていく自分の最も大切なファンダメンタルみたいなところは、過去これからも多くのインドネシアの従業員も含めてそういう人材育成じゃないですか。あんまり店舗展開する気は僕はなくて、まあ、散歩しだけ育てたいな、もう一人のキャパは超えてるので、ジャカルタ以外の都市でガチで居酒屋とか発酵やる気もないです、居酒屋発酵事業はエンジョイですね。エンジョイですね。頑張ってください。ありがとうございます。いやいや本当に素敵なお話をありがとうございました。さあということでワールドリポートチャンネル、今回は大成グループの社長大成さんにお話を伺いました。こうバックグラウンドからすると職人肩身でものすごくこう昔から熱くて、提案でこれと決めたことはしっかりやるんだと厳しい業界に生きてきて、で自分の思ったことはもうしっかり曲げない、20代の特に前半のね、若きこう血がたぎる感じの人で、もう少しちょっと怖い方なのかなと思いきや、やっぱり何より思ったのは人に対して熱い、これですよね。やっぱりそのインドネシアに来ることになった、でここで働くって決意をしたところも人だったじゃないですか。でこのインドネシア人の人たち この雇用環境を変えてあげなきゃいけないなとか、こう自分にできることはないか、そこに対してしっかりと自分で責任を取る、最後まで人に向いている、やっぱこう優しい目をするんですよ。ものすごくこうインドネシア人の従業員のこととか自分のことじゃなくて人のことに対してなった時ものすごくこう優しい顔をされるんですよね。でももちろん自分の話対自分にはものすごく厳しい人、でも人には優しい人、自分に厳しく人に優しくってなかなかできないと思うんですけども、これがやっぱり大瀬さんの懐の深さというところなんじゃないかなと思います。まあ、これからね、荒れ狂う波試練を乗り越えてまた次のページに行かれると思うんですけども、おそらくまだまだ多くのこれからの未来の人たちのために、多くの従業員のために汗をかかれるんだと思いますし、その先行くところというのが、どこに向かっていくのかというのも非常に楽しみです。やっぱりああいう方の周りには素敵な人が本当これからもついてくると思いますし、そのギブした分っていうのは絶対こうね、しっかり返ってくると思いますので、これからの大成長の行く末、明るい未来というのも本当に楽しみですし、頑張ってほしいなと思いました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ引き続き皆さん、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。
ワールドリポートチャンネル。この番組はエネテク、スズラン鍼灸接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、ご視聴いただきありがとうございました。さあ、今回の旅の企画、そしてリポちゃんの運営はですね、皆さんからの貴重な寄付ご支援によって成り立っています。少しでも動画がいいなと思ってくれたあなた、少しでもその企画応援してやろうと思ってくれたあなた、ぜひとも寄付ご支援のほどよろしくお願いいたします。サイトはですね、下のリンクから飛べるようになっているんですが、リポちゃんの寄付サイトに飛んでいただきますと、任意の額を打ち込むことができるようになっています。クレジットもしくはペイパル両方とも対応していますので、あなたの貴重な寄付ご支援がですね、次の旅、次の取材へとつながっていきますので、何卒何卒貴重なご支援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。